ものすごい秘密が隠されてるんで。ベジタブルズの皆さんですね。世界一しょうもないまな板です。どうも、全国の無駄に一本多い皆さん、こんにちは、宮野です。はい、僕が少ないじゃないですよ。皆さんが無駄に一本多いわけですからね。まあそんなんいいんですけど、皆さん料理しますか？僕はね、最近力を入れております。はい、めっちゃ入れてます。少子化対策、少子化対策ぐらい力入れてます。僕ですね、右手に包丁を持つんですよ、料理するときで、こう切ります。皆さんは右手で包丁を持って左手で野菜を押さえてますよね。お肉を押さえてますよね。あれ、調子乗ってんのかなといつも思ってました。はい。なんか調子乗ってんな。調子乗ってるっていうふうにね、思ってたんですけど。ついにですね、便利なものを買いました。こちら、こういうまな板買いました。はい。このね、もう不思議な、茶色いのついてるじゃないですか。これをね、ものすごい秘密が隠されてるんで、実践して説明していきたいと思います。これがまな板です。で、これ何かっていうと、パッパババーン、バン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 バカバーン、シュッ、釘ー、はい。釘なんですね、これ。釘というか、針というか、結構マジでちゃんとしてます。ここに、ぐさっと刺して、切るというのが、こいつのからくりでございます。早速、切っていきましょう。今回、試し切りに参加していただける野菜の方々にね、来ていただきました。この方たちです。どうぞ。ベジタブルズの皆さんですね。はい、ありがとうございます。まず、玉ねぎさんですね。今が旬、新玉さんに、来ていただきました。ありがとうございます。そしてですね、この世の中の必要悪を、引き受けてくれてるジャガイモさんですね。ありがとうございます。今回ジャガイモ協会のヒゲ男爵さんにね、来ていただきました。ありがとうございます。そしてね、名脇役、ニンニクさんですね。この方がいなかったら数々の料理が生まれてないと言われています。ありがとうございます。そしてですね、こちら人参さんですね。もう言わずもがな、もうレッド、はい、レッドヒーローで言うレッドですね。はい、もう中心です、主役です。ありがとうございます。そして最後、世界で一番しょうもない野菜、キュウリさんですね。ありがとうございます。このね、5つの食材を使って試し切りしていきたいと思います。じゃあまずはね、玉ねぎからやっていきましょうか。はい、じゃあまず釘を出してあげまして、そしたらですね、ここにまず刺すんですよ。はい、これがね、まずすごいんですよね。もう固定できるというのが、このまな板の最大のメリットですよね。ちなみに僕が今まで使ってたまな板が、こちらですね。はい、このまな板、すいません、紹介し忘れてました。世界一しょうもないまな板です。はいね、びっくりするぐらいしょうもないんですけど、横から見たらね、見てください、これ曲がってますからね。はい、びっくりしますね、汚いこれ。ドギも抜かれるぐらいペラペラです。はい、このね、まな板を使ってたんですが、今回こちらですね。じゃあまず玉ねぎ洗います。そしたらまずこの両端取りますよね。ここヘタって言うんですか、なんて言うか知らんけど、ここを切るので、こういう角度で刺します。いくよ、くさ。便利ですね、これ。わかります？僕は今までやったら、こうやってからグッ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 って切ってたんですよ。わかります？これ、ね、ずっとグラグラ動くところをこうクッて固定してグッグッって切ってたんですけど、これがうさ。素晴らしいですね、これ。はい、晴天の霹靂、目から鱗。これでこうやって切っていくと便利ですね。あ、ここ切りすぎちゃうとかいう意見もね、一切受け付けてないのですいません。はい、ここも、はい、めっちゃ合やない、マジで。これめっちゃいいねんけど。こういう感じでやっていきます。で、次これできたらこうですよね。次はじゃあ2等分にしようじゃないかというと、ここでぐさっと、はい、こうやって、ほな2等分になるわけですよ。めっちゃ便利、えぐい。でもこっから、千切りですよね。このゾーンまで来たらもう一緒ですよ、皆さんと。そしたらこっから千切りでこうやってやっていくわけですよね。これがなかったとしたら、もちろんいけるんですよ、いけるんですけど、わかります？ちょっと動くんですよね、やっぱりどうしたって。
これを固定できるっていうのがね、これはもう素晴らしい。ほら、見てください。こういう感じでね、ちゃんと切れてるんですよ。はい、補足。これをね、可能にしてくれたというのがこの釘です。これがまず玉ねぎ編でした。続きまして、じゃがいもさんです。洗っていきます。じゃあ、じゃがいもをここに刺しますと。はい。で、じゃがいもはまず、まあ人にもよるんでしょうけど、料理にもよるんでしょうけど、ピーラーですよね。僕、ピーラー、このまな板でまだやったことないです。初めてです。いきます。ちなみにね、今までだと、もちろん、こうですよ。もちろん、そらこうなりますよ。不可能です。だからね、僕、今気づいたけど、腕取ってピーラーで皮剥いたことないわ。はい。いきます。ああ、下がずれんのか。いや、でも。いや、いける。はい。このね、超ラッキー。この家、なんかね、取っ手というか、かませるとこがあるので。はい。切れます。耐えたー。はい。やばい。まあ、こういう時はね、知恵を使いましょう。下にね、先に伝えとくと、これ裏ね、ちゃんとグリップがあるんですよ、四方に。はい。四つの隅にグリップがあって、まあ、ちょっと吸盤みたいになってるのかな。なので、まあ、動かないような設計にはしてくれてるんですけど、やっぱり限界があるんですよね。なので、この下にですね、はい、タオルをかませましょう。はい。で、ここに乗せると。難しいな、皮むくの、これ。それか、ずれるな。縦にして、ごめんなさい、ちょっと見にくいかな。はい。この僕がこうやって、カッてなると。これだと、あ、これだといけますね。はい。これが多分ベストなのかな。はい。でこうやって、剥いてあげましょう。じゃあね、ここから切っていきまーす。ぐさっと。はい。ドーン。こうですわな。はい。もうこっからはね、普通ですわ。簡単。やっぱりね、初手、野菜の初手が一番ね、楽になります。これがあるとこんな感じでね、適当ですよ。もはや使ってないけどね。まあこういう感じですね。はい。これじゃがいも編でした。じゃあ次、人参ですね。皮剥きます。同じです。これも縦にしようか。ぐさっと。はい、いきます。おお、やっぱやりやすい。縦はめっちゃ早いな。すげえ。わかりますかね。結構スムーズに切れますわ。じゃあ次、切っていきます。まずヘタですね。はい。ここをザクと。え、みやちゃんちょっと切りすぎちゃうという意見はね、全くもってキャンセルさせていただきます。はい、ありがとうございます。こういうね、端っこはいつも藤井くんにあげてます。はい、こういう感じでカットしていきますわな。簡単やな。いや、マジで革命やな、こういうの。ここまで来たらね、もう割と土俵一緒ですよ、皆さんと。こういう感じで。こうやってね。で、まあ、こういう細かい作業ですよね。うわ、これめっちゃ便利やん。ここに刺してさ、こうやって切れんねん。ほら、こういうの。えぐっ！めっちゃ便利。めっちゃすごいな。こんなんもできんねん。で、僕はこの形からですね、さらにこうやってね、はい、こういう風に切っていきますね。こんなん、こういう細かい作業もできるのが素晴らしいですね。これで人参完成です。次はですね、きゅうり兄さんに来ていただきました。ありがとうございます。てか正直きゅうり僕切ったことないかも。はい、なんか、アク抜き？アク取りっていうの？ちょっとあんまわかんないんで、ちょっと見逃してください。すいません。全く知りません。アクの話。なんかここ、スリスリしますよね、普通。ごめんなさい。ちょっとわかんないんで。ちなみに、従来のやり方だと、こうやって。こうなるんですよ。難しい。ね、絶対無理です。なので、固定して、まあこういう感じで、細長いもの。これね、多分ネギとかもね、同じ要領ですわ。これがキュウリでした。それでは最後、
ニンニクですね。はい。このニンニクはちっちゃいね、これ。いけるのかな？やったことないです。初めてやってみます。このね、端っこをまず切っていきます。ぐさっと。あ、でもあんま変わらへんな。あ、キュウリついてた。すいません。はい。ぐさっと。いや、これ意外とそんな変わんないですね。こっちは切る必要あるのかわからんけど。まあじゃあ、カツオのたたき みたいな、乗ってるやつのニンニクを作ってみましょうか。こういうやつですね。この焼いてちょっとカリカリにするのがうまいやつ。なんかちょっとうなぎみたいですよね。もうもはや見えるかな、こういう。はい。いや、意外といけますね。もうちょっと厳しいかなと思ってた。なんか薬味ぐらいね、ちっちゃかったら厳しいかなと思ったんですけど、結構いけます。なんかみじん切りにしたかったらね、ここから普通にするだけですから。だからこれ多分何、生姜とかみょうがとかそういう薬味もね一緒なんじゃないかな。かなりね優秀です、こいつ。というわけでね、めちゃくちゃ便利なまな板使わせていただきました。どうでしたかね。僕的には使ってる感覚もう革命です。はい。効率とか 100% 上昇です。火ね、火 100% アップ。はい。倍便利ですね。はい。というわけで、まあ、不便だなと思ってる方ぜひ使ってみてください。ありがとうございました。